岡から中へのボール、さあ一つ武田持ち出して右には山田がいる。山田を使っていきます。もう一度福岡の動きですが、この福岡を使って松田と、そしてこの上から入ってきた、決まった。先制、京都サンガ FC です。多くの人数がかかっていきました。うまく運んで山田が少しカットイン気味に入ってセンターへ、センターからサイド、もう攻撃でインナーラップしてきた荻原のシュートですね。非常にこう連続性があって、まあ、前にどんどん人数をかけていく京都らしい攻撃でしたね。最後のシュートはディフェンスに当たってコース変わりましたけれども、意図のある攻撃の中からの得点でしたね。はい、